はいどうも、皆さんこんにちは。おはようございます、こんばんは、ハトクマです。定期的な動画になりますが、ローリー・ウィンクラー、今年本当に大会に出るのか、それとも来年出るのか、それとももう出ないのか、どうなのかというところを、またですね、最近ローリー・ウィンクラーいろんなところで、まあ、自身の体っていうのがね出てきているので、まあ、それを皆さんと一緒に見ながら、まあ、どうなんだろう、どうなるかな、どうなるかなっていうのを、まあ、楽しくね、見ていきつつお話しできればなと思っておりますと。なので皆様もですね、ぜひコメント欄にいろいろ書いてもらえればと思うんですが、まあ、ローリー・ウィンクラーをね、まず最初に知らない方いるかもしれないので、簡単にご説明させていただきますと、ローリー・ウィンクラーは腕がめちゃくちゃ太い人、男が欲しいと思う筋肉すべてを備え付け、さらに V シェイプ、まあこうウエストからの広背筋の広がり方、肩幅を見た時のこの逆三の体っていうのも持っている、もうすんごい男でございますと。オープンボディービルダーっていう、もうただでさえデカさの頂点みたいな男たちの中で、さらにそれを圧倒する筋肉量を持った男でございますと。まあ、そんだけすごい体ですから。まあ、ミスターオリンピアも2018年こちらは第3位。そして2019年は、まあ、優勝候補って言われたんですよね。まあ、その理由としては2018年のチャンピオン、ショーン・ローデンがま、出ないと。そして準優勝だったフィル・ヒース、彼も出ないと。なって、じゃあまあその次にいるローリー・ウィンクラーね、2018年ものすごい体でしたから、ピープルズチャンピオンっていうね、まあファン投票1位みたいなのも取ったので、まあ今年来るんじゃないかっていうのでまあ期待されてました。で、結果はまあ第5位ということで、優勝はできなかったんですけど、それでもトップ5にね、しっかりと入っていて、もうこの体ですよ。まあちょっとね、コンディションが大会によってローリー・ウィンクラーもまちまちなところはあるかなとは思うんですが、もうこの年代2018、19とかはほんとローリー・ウィンクラーがもう筋肉量、マスモンスターの頂点みたいなね、ところにいたんじゃないかなって。どこ見てもさ、ボコボコしてるし、でけえし、何もかもが規格外、とにかくかっこいいみたいなさ、もう感じだったと思うんですよね。で、2020年、ローリー・ウィンクラー、この体をね、持ってきました。2019年から20年、この1年で体がまずここだいぶ変わってると思ったんですよね。で、そことしては、ローリー・ウィンクラーちゃんと意図があってこういう風な体に今してましたと。それが、まあ、今まではサイズっていうところで圧倒してましたが、サイズはもう十分あると。まあ、それは、昔のボディービルダーとか、まあ、いろんな周りからも言われたのかどうなのかちょっとわかりませんが、まあ、そんな話もね、ちょっと出たんですよね。まあ、とにかくサイズがあるから、ローリー・ウィンクラーはもう、コンディションと、あとはもう筋肉のメリハリ、ここを突き詰めればオリンピア取れるぞみたいなことを言う人もいたわけですというところで、まあ、あの、ローリー・ウィンクラー自身も、まあ、そのニューローリー・ウィンクラーじゃないけど、よりコンディションと、体のメリハリ、こう輪郭をより際立たせるみたいなところを持って、大会臨もうというのが2020年でした。で、この体を持ってきたわけですね。もう2020年のこの体。なんかあのバルクモンスター感はちょっと薄れてるけど、それでもなんか今度は逆に、岩みたいな、ポケモンのさ、ゴローニャじゃなくてなんだっけ、あの、ゴローンだっけ、もう丸々としたやつに手がちょっとさ、生えてるやつ。あんな感じ、本当にもう、岩。もう漫画とかで何かを殴った時に、はっって顔して、こう岩のさ、描写があったりするじゃないですか。そんな感じ。もうローリー・ウィンクラーの体。まあ、とにかくなので、2020年も、まあ、今までと違うローリー・ウィンクラーで、まあ、バキバキな体で、まあ、どんな順位取るだろうって思われて。ただ、ここでね、ローリー・ウィンクラーコロナになりますと、本当にオリンピア直前ですよ。なんなら、向かってる途中じゃなかったっけとかでなんかコロナ陽性になったことが分かって、オリンピア見には行ったんだけど、だからステージには立てなかったという、まあ、状態だったんですよね。で、まあ、そこから2021年、まあ、コロナも回復して、まあ、筋トレできない時期とか、ちょっと筋肉量がそれで落ちてしまったりとかね、なかなかうまくいかないところは、まあ、あったとは思うんですけれども、大会復帰してオリンピアにも出ました。で、まあ、このオリンピア2021はね、衝撃的でした。まあ、順位もトップ10は外れるというね、結果で、まあ、それは2014年ぶりぐらいの出来事かなって思うんですけど、で、まあ、ローリー・ウィンクラー自身もですね、ベストな年ではなかったと、まあ、言っていたんですが、全体的にこう小さくなってるように見えたんですよね。で、それは2020年のコンセプトだったメリハリとかコンディションを極めて、だからサイズがちょっと小さく見えたとかではなく、単純に
なんか小さく見えたんですよね。っていうことで、まあ前置きがめちゃくちゃ長くなっちゃってね、ここまでの話もう知ってるわいっていう人からしたら、なんべ同じ話するんじゃって思うかもしれないんですけど、ごめんなさい。ここからはね、新しい話というか、まあそれを踏まえて、まあ2022年です。今までもだからローリー・ウィンクラーの話はしてきました。出るのかな、出ないのかな、そもそも大会自体もどうなんだろうみたいな話をしてきました。で、ローリー・ウィンクラーは最近ブラジルに行ってですね、いろんな選手と、まあ、絡んだんですね。例えばこれはボディービル212で今年オリンピアに出る予定のルーカス・コレーリョっていう、まあ、選手なんですけど、まあ、彼と一緒にトレーニングしたりとか、ポージングを教えたりとかね、まあ、してました。だからどっちかっていうと、コーチだよねみたいな感じで行ったんですよ。で、サイドチェストを教えている時のローリー・ウィンクラー、その体の、まあ、分厚さとか腕の太さっていうのは、服着ててもやっぱりすごいと思うんですが、なんか全体的にこの二人の映像を見てて、まあ一人は脱いでる、一人は服着てる。だからまあ分かりにくいっていうところもあるかもしれないんだけど、ローリー・ウィンクラーといえばやっぱオープンボディービルダーの中で、もう頂点のデカさを持ってるような男じゃないですか。サイズを少しダウンさせて、メリハリを目立たせたからといって、まあそこってそこまで大きく変わらないと思うんですよ。だから、まあなんか、どうなんだろうみたいなね。まあその大会がさ、少なくなってきてる。もう今年のシーズンも、終わりかけですから、だから余計に、まあ、そう思って今日話してるんですけど、で、その後ね、クラシックフィジークのガブリエル・ザンカネッリっていう選手とも、まあ、三頭を見せ合ってるんですよね、今度は。で、ローリー・ウィンクラーといえばやっぱ腕。で、特に三頭側ってすごく武器だと思うんですよね、この張り出しとか、もうめちゃくちゃとにかくでけえと。もう三頭に人入ってんじゃないかと言われるような腕でしたと。で、三頭見せ合ってるんですが、その三頭の見え方っていうのが、隣のクラシックの選手の方が、こう、見ようによってはでかくも見える。まあ、右の選手の方が絞れてるからっていう可能性ももちろんある。まあ、絞れてる分ね、やっぱその筋肉っていうのがよりあらわになっているので、っていうところでね、クラシックの選手とか、ボディービル212、自身が出ている、まあ、カテゴリーよりも、下のクラスの選手たちと比べて、そこまでのサイズ差がなかったっていうところで、またこれね、ネットで、まあ、ローリー・ウィンクラーどうなんだみたいな、もう引退しちゃうのかみたいな話もまた出てましたと。で、これも皆さんね、教えてほしいんですが、まあ、最後は、ビタリ・ウゴルニコフ。彼に関してはアマチュアです。あと5週間後ぐらいの、まあ、プロクオリファイに出ます。まあ多分プロになるとは思うんですけど、まあめちゃくちゃでかいね。まあ男ですよ。だ今度は同じカテゴリーに出ようとしている、まあ若手とローリー・ウィンクラー。これのツーショット。二人ともまあ服を着て腕を見せてるんですけれども、この胸板の厚さっていうのは、やっぱローリーすごって思うんですけど、でまあ腕も太いんですけど、前腕の太さとか、まあ、腕太いとはいえ、ビタリー・ウゴルニコフを見ると、もうすぐ大会に出る、まあ、ビタリーなんですが、その状態で、やっぱりローリー・ウィンクラーより腕とかが、なんかでかく見える。これはさ、まあ、写真だからとかさ、まあ、その理由あるかもしれないけど、でもこれだけパッと見ると、ビタリーの方が、でかく見えたりもするっていうところで、まあ、ローリー・ウィンクラー、個人的には、まだオリンピアの出場権がありません。で、今年どっかに出ないといけない。ただ大会数的なことを考える。で、まあ現実的に出れる大会数を考えると、優勝しないと今年のオリンピアは厳しいんじゃないかなって思うんですよ。で、仮に今年のオリンピア出ないと、ローリー・ウィンクラーって大体10年ぐらいはさ、オリンピア出てるわけじゃないですか。だから、久々にオリンピア出ない年になるんですよね。わ、今年どうなんだろうって。現実的なことを考えると、いや、出ないのかみたいな。だまあその、最近ね、その別の怪我もしていたのか、まあ、トレーニングを再開できるようになった、みたいなことをローリー・ウィンクラーのコーチがね、なんか言ってたんですよ。だから、まあ、単純にトレーニングもちゃんとできなかったから今年はやめとこうと。で、来年また大会出ようというので、来年また再始動するのか。それとも、まあ、年齢的な話をすればもう彼は45とか、まあ、来年46とかの年ですので、自分より上の選手でトップで活躍している人を、まあ、同じカテゴリーで探す方がもう難しい年齢になってきたんじゃないかと思いますので、まあ、最近はね、健康を意識して、まあ、早くにサイズを落としてという選手も、まあ、います。うわ、どうなんだろうっていうね。まあ、コロナになってしまったことで、まあ、2020年オリンピアに出れなかった。それがこう引き金みたいな形になって、今のね、ローリー・ウィンクラーの姿になっちゃってるのかもしれませんが、皆さんはね、どう思いますか？残り2ヶ月半で、まあ、オリンピア迎えます。それまでの間に大会に出ないといけない。で、まあ、11月の中旬ぐらいまでがオリンピアに出れる大会なので、そういう話をすれば、あと1ヶ月半ぐらいしかありません。鳩熊は正直、まあ、複雑な気持ちもあるんですけど、またね、笑顔でステージに立つ
オリンピアでファーストコールに呼ばれるローリー・ウィンクラーが見たいです。てかビッグラミーを倒す可能性をローリー・ウィンクラーは持ってると思うんですよ。そういう男だと思うんですよね。まあ、ニック・ウォーカーとかもサイズだいぶついてきていろいろ言われてますけど、このローリー・ウィンクラーだったらみたいなのが、まあ、ある。それが少なくとも3年前とかにはあった。皆さんはどう思いますか？ローリー・ウィンクラー。今年大会に出てくると思いますか？それとも来年2023年に大会に復帰してオリンピアを目指すと思いますか？それともどうでしょうか？ローリー・ウィンクラーもう大会に出ないと思いますか？ぜひ皆様の感想とガイドライン設けてはおりますが、コメント欄に書いていただければと思います。ということで、定期的な動画ではございましたが、今日の動画はここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よければ、ハトクマチャンネルの登録、まだされていない方いましたら、登録と応援のほどよろしくお願いいたします。また、少しでもこの動画面白かったためになったと思っていただきましたら、高評価のクリックも何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。